listening to Shibuya Cross FM. It's Sunny's Shibuya Talking. Start.はい、皆さんこんにちは、イッツサニーの渋谷トーキングが始まりました。私パーソナリティを務めさせていただきますお笑い芸人甘味処の加賀谷歩です。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組は毎月第2第4木曜日の13時よりここ渋谷クロス FM から生放送でお送りさせていただいております。イッツサニーの皆さんと渋谷的女子トークや近い将来バズること間違いなしの個性派そしてユニークな旬なゲストを毎回お迎えしてトレンド情報を発信していきます。改めてイッツサニーの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回はイッツサニーからこちらの4名に来ていただきました。まずは自己紹介お願いします。福田さんからお願いします。はい、イッツサニーの福田由紀です。よろしくお願いします。お願いします。はい、イッツサニーの大柄ここのです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、イッツサニーの松尾美優です。よろしくお願いします。お願いします。はい、イッツサニーの小田木芽衣です。よろしくお願いします。はい、お願いします。そして、今回の当番いわゆるアシスタントは福田さんにお願いしております。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん勢揃いということで、あの先日シュワシュワラブリーのミュージックビデオ撮影があの神奈川県にある山北町で行われたということをお聞きしたんですけれども、はい、皆さん、はい、どうでした？ミュージックビデオ初めてですよね、撮影は初めてです。いろんなちょっと感想をどんどん欲しいんですけれどもせっかくなんで言える範囲で言える範囲で、はい、言える範囲、どんなところだったとか、はい、やっぱり時期も時期だったのですごい、はい、寒い中での撮影だったんですけど、はい、こう自然がすごく豊かな場所で、うん、その撮影した場所も結構広い公園でさせていただいたので、うん、やっぱり全力野生児の血が騒いでしまってまた走り回っちゃったんですかね。はい、寒さに負けずもう走り回ってすごい楽しかったです。体温めたと、はい、皆さん本当寒かったんですか？やっぱ寒かったです。寒すぎました。本当にもう ね死ぬかと思った本当に青ざめました。まだ生きててよかったですね。はい、生きてますけどじゃあ衣装を着ても撮影もちろん。そうですね、じゃあめちゃくちゃ寒いよね。寒かったですね。あらら、大自然なところでなんか美味しいものも食べたの？大丈夫？忙しかった。忙しかったね。そんな食べてないねで、楽しくうまくできたんですか？はい、バッチリです。答えはあります。あります。今大柄さんしかありますしかないあの皆さんは全然よかった。大丈夫です。はい、編集の腕にもうそれはそう、はい、はい、皆さん聞いてます。編集の腕だそうですで、あのうまくいくかどうかということで、うん、ちょっとね、出来上がりが楽しみなので、うん、また完成したりいろいろしたら皆さんにここで報告させていただければな、うん、と思っております。はい、はい、まあ、いいですね、たまにはそういう自然なところに行って、はい、行くのもいいと思いますんで、じゃあまたその時を楽しみにしております。はい、はい、じゃあ早速行っちゃいましょうか。それでは早速最初のコーナーをやっていきたいと思います。最初のコーナーは私の一文字。イエーイ。さてこれは何ということかというと言いますと、イッツサニーの皆さんには自分自身を一文字で表現していただきたいと思います。まあ、文字ということなのでひらがな、漢字、アルファベット、記号など何でも構いません。この渋谷クロス FM を見ていただいているリスナーの方たちに自分自身を最大限にアピールしていただきたいと思います。ということで、それで皆さんホワイトボードがご用意されていると思いますので、はい、それぞれ自分を表す一文字を書いていただければなと思っております。はい、さあこれでみんなの今日の運命が決まりますからね。決まりますよ。なかなかね、一文字で表すというのはなかなか難しいと思うんですけれども、おお、いけるのかな。これは大喜利とかですか？いや違いますね、あの別にお笑い番組じゃないので皆さんの魅力を、自分自身の魅力をいかにこの一文字でアピールできるかというところで、これ皆さんね、でもいいんですよね。え、記号とかでもいいんですよね。わかります。一文字と一文字というところの縛りさえ守っていただければ何でもいいと思いますんで、はい、ちょっと期待しちゃいますね、いろいろね、はい、あれもうみんなスタートできた。はい、まず我こそは行きたいという方います。
じゃあそこまで言うなら大滝さん。そこまで言うなら大滝さん。今ちょっとなんかあげろよみたいな感じました。前のめりだったんで行かせていただきます。それでは小竹芽衣さんの一文字はこちらになります。どうぞ。じゃん。なんやそれっていうところですけど、これは小竹さん説明していただけますか。私はやっぱり何事も全力でいろいろ一途に突っ走っていこうって思っているので、はい、こう走る、全力で走ってる人の記号、記号ですね、え、にしました。おめいちゃんにしか見えない、めちゃらしい。他のメンバーみんな納得ですか。納得です、はい、もうめいちゃんのそれはめいちゃんにしか見えない。常にせかせかしてるイメージがあるんですけど、そうですね、結構はい、せかせかしてますね。でも小竹さんのちゃんとこう性格というかね、中身を表せてるじゃないでしょうか、はい、そうですね、このちょっとゆるい感じのイラストも、そうですね、自分らしさが出てるんじゃないかなと思います、はい、まず一文字と太いで最初から絵で来ると思わなかったはい、ということで続きましてどなた行きましょう。じゃあ小柄さん行きましょうか。はい、いきます。小柄さんの一文字はこちらになります。どうぞ。じゃん。なんでしょう。北。北。あ、ちゃんと北だるまも目を落ちましたけど、はい、大丈夫です。後で取ります。北というのはやっぱ大原さん、これは。これは北海道って意味なんですけど、はい、なんか一文字って言われた時に何書こうと思って、もう特になんかみんなみたいにこうやって特技とかもないので、うん、もう私はよく配信とかで北海道北海道ばっかり言ってるので北にしました。いや、ぴったりだと思いますよ。ぴったりですか。美白ですし、美白ですし、このままあの心も純白のままいてほしいかなと思ってます。はい、北で。北でお願いします。北いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続きまして福田さん行きましょうか。はい、わかりました。じゃあ福田さんの表す一文字はこちらになります、はい、どうぞ。可愛い絵とかないんですけど、はい、こちらです。ど、じゃん。ど、ど、ど、今見ていただいてる方もちょっと爆笑が起きましたけど、ど、はい、はい、これはです。私はどんな人間かなっていうのを考えたときに、はい、ドがたくさん入ってて、まずは私はドジっ子なので、なるほど、ドジっ子のド、ドジっ子のド、はい、あと私はやっぱ王道アイドルを貫き通すっていうのを元にやってるので、はい、王道アイドルでドが2個入ってるんですよ。すごい、すごい。でもう一個がドライアイです。ドライアイなんですね。はい、もう配信中も毎日目薬をよく持ってないと、もうずっと刺してやってて、もう目が本当にしばしばしてしまうので。ドライアイ。寒い時めっちゃ泣いてない？そう、泣いちゃうんですよ。なんか心配されるんですけど、大丈夫です。ドがいっぱいつきましたね。一応最後にド天然も付け加えておきましょう。ド天然。大丈夫です。じゃあ福田さんはドということで、はい、皆さん覚えていただけましたでしょうか。うそして最後に松尾さん行きましょうか。なんか鳥みたいな鳥なんです。感じですか。じゃあ松尾さんの表す一文字はこちらになります。どうぞ。はい、 B。 B。 お、 B というのはこれは、はい、B っていうのは、はい、私は B 型なんですよ。B 型なんですね。すごいいい意味で B 型っぽいですよねっていう話ですね。あ、マジ？はい、B なんですよ、はい、そうだから B っていうのもあるんですけど、はい、あとはまあビューティー、ビューティー、美容が好きの、はい、まあ、ビューティーとか、はい、あとはそうですね、B は私はその B アイドルめっちゃ愛用してて、そのコスメのブランドがあって、あの私の推しメンのそのブランドなんですよ。コスメブランドを使ってるっていうのもあって B だし、はい、あとは B 級グルメが好き。お、わー、いいですね。 B 級グルメね。 B 級グルメが好きなので B にしました。あら、じゃあこれからご当地行った時も、はい、これから全国もあるかもしれませんけども、そうですね、 B 級グルメも、 B 級グルメもありましょう。じゃあ松尾さんは B ということで、じゃあもう一回だけ皆さんにこう見せていただいて、こちらが4人の一文字になります。なかなかこれ一文字だけど皆さんの良さ伝わったんじゃないでしょうか。はい、ということでありがとうございました。ということで、じゃあこちらで本日1曲目をお送りいたします。曲はイッツサニーのシュワシュワラブリー。
はい、お聞きいただいたのはイッツサニーでシュワシュワラブリーでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは教えてドクターひろかみん、イエーイ。はい、こちらのコーナーは歯科医師であるドクターひろかみんさんにお越しいただき、普段聞けない歯医者にまつわる裏話やマル秘情報を教えていただくコーナーになります。ドクターひろかみんさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、ドクターひろかみんさんにお越しいただきましたが、改めて自己紹介の方お願いいたします。はい、歯科界の異端児、ドクターひろかみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。歯科界の異端児、早口言葉じゃないですか。歯科界の異端児ということで、これドクターひろかみんさん、本当大変大変失礼なんですけれども、はいはい、ドクターひろかみんさんってこれ長くてすごく言いづらいんですけれども、普段これそうですよね、はい、普段もひろかみんと言われてますので、じゃあ皆さんひろかみんでいいですか。よろしくお願いします。皆さんひろかみんさんで、はい、お願いします。ひろかみんさんじゃなくてひろかみんで、ひろかみんで、ドキドキってなっちゃいますけど、ひろかみんで後で俺しばかれたりしないと大丈夫です。ということで、じゃあひろかみんに行きたいですけれども、はい、歯科医師ということですけれども、はい、具体的にどういった活動をされているのでしょうかということで、はいはい、皆さん、歯科医師って聞いたときに、まあ、どんなイメージを思いつくでしょうか。まあ、あんまりいいイメージがなかったりとか、よいよいよ、いや、まあ、嫌いだったりとか痛いとか、そういったイメージが多いと思うんですけども、はい、そういったイメージを変えていこうということで、はい、まあ、TikTok だったり YouTube だったりとかしていきながら、まあ、楽しい歯医者像を作りたいということで活動しています。みんなが行きやすくなるように、そうですね、はい、気軽にというか、はい、こんな感じなんだよ、そうですね、はい、はなるほど。え、イッツサニーの皆さんは歯医者さんって聞くとどんなイメージがあります？歯医者さん、そうですね、歯医者さんはでもやっぱり虫歯を治すところで痛いっていうイメージがまだちょっとあります。ちょっと痛い、痛い、痛い、まあ、なるほど。他のメンバーは特に怖い、怖い、ひろかみんさん怖いですって。そう、怖いとか痛いとか行きたくないとか嫌われ者なんですよ。そんなことないと思うんですけど、でもね、皆さん今後ほらホワイトニングとかいろいろね、はい、お世話になることはいっぱいあると思うんですけれども、うんうん、なかなかこう歯医者の先生と、うんうん、お話しするという機会もあまりないので、うんうん、ちょっとせっかくなんでイッツサニーのメンバーから、皆さん聞いてみたいことをちょっとせっかくだから今日聞いてみましょうということなんですけれども、うんうん、はい、何かございます？皆さん聞きたいこと。え、お、大柄さん来ました。一番虫歯になりやすい歯ってどこですか？虫歯になりやすい歯はやっぱり奥歯ですかね。奥歯、うん、じゃあ 大事に奥歯めっちゃ磨いた方がいい。そう、お口の中シュワシュワしてもらえれば。うまい。シュワシュワ、シュワシュワだ。みんな得意だと思うんで。ひろかみさんに1ポイント取られた。そう、1ポイントいただきました。ありがとうございます。虫歯になりやすい歯は奥歯と。奥歯ですね。虫歯にならないためにはどうすればいいですかとかじゃない。歯どこなのかな。歯どこなのかな。純粋に気になったってことですよね。はい、めっちゃ気になってます。なるほど。なるほど。ということで、他にはございます？もう、はい。あ、すみません。はい。ド天然出ました。ドが出ました。はい、福田さん。私はチョコレートが大好きで、よくチョコ食べちゃうんですけど、はい、虫歯にならないコツを教えてください。チョコレートですか。はい。あ、その虫歯にならない秘訣は、はい、ないですね。ないですか。ない。もう歯を磨くしかないんですよ。チョコレート食べたら。食べたらちゃんと磨くしかない。磨くしかない。こまめに磨けば。でも歯医者さんで、はい、虫歯になりにくいチョコレートとかもあるんで、あ、そうなんですね。その糖分が少なかったりとか、まあ、そういったチョコレートもあるので、はい、そういったチョコレートを買っていただけるといいかなとは思うんですが、はい、多分あんまり美味しくないと思うんですよ。そういうチョコレートって。甘さ控えめだったり。甘さ控えめだったりするんで。多分チョコレートの、ね、糖分が入ってる方が美味しいと思うので、はいはい、なかなか進めにくいかなと思いますね。なるほど。やっぱね、もう対処はないということで、はい、まあ、歯医者さんだけに歯に衣着せぬ言い方だって感じです。はい、加賀谷1ポイント入りました。はい、1ポイント入りました。ありがとうございます。これでイーブンになったかな。1対1ということで、すいません、はい、変なバトルを始めた。はい、続きましても、はい、せっかくだから小田さん、なんかあります？はい、なんかよく、はい、食後すぐには歯磨いちゃダメとか、はいはい、なんか食後すぐの歯は
なんかすごい吸収しやすいから、うん、あの色がついちゃうから磨いた方がいいとかいろんな説を聞くんですけど、はいうんはいはい、実際歯ブラシのタイミングってどこが一番いいんですか？すごいいい質問。確かに素晴らしいです。真面目な方なんですかね。ちょっとキャラが あ、キャラが、はい、みんな真面目な方だと、はいまあ、タイミング、まあ、いつさにさんですと、はいまあ、歌ってる時ですとか、はい、あのすぐだとやっぱりまだすごいついてるんですよ、汚れが。だから一旦まあその亡くなった段階で寝る前とか磨いていただくと一番いいかなと思いますけどね。なんか磨き方とかもね、なかなかこう、うん、逆に皆さん気をつけられてることありますか？はい、その歯って大事だと思うんですけど、そうですね、うん、特に皆さんこうねステージに立ったりする上ではやっぱ大事になってきますよね。はいうん、なんかやっぱ気をつけてることあるんですか、ちゃんと？私ホワイトニングをしてて、はいはい、あのご飯食べたらもうすぐ歯磨きするようにしてます。外にも歯ブラシを持ってって、はい、色つくものはもうすぐにやるようにしてます。プロ意識高い、意識高すぎてやばいですね。これはそれはやっぱいいことですか？そうやって いいことですよ、もちろんいいことです。いいことですか？素晴らしいですね、そういう心がけを。まあ、いつさんにはそういう方が多いってことですかね。そうですね、歯も心も純白でいきたいと歌ってますので。はい、はい、へー、そうなんということで、まあ、あれ松尾さんはやっぱこう、はい、やっぱ美に関しては一番、はい、あのサニーの中ではね詳しいということで、詳しいということで、ここはやっぱ歯で気をつけてたって。なんかめっちゃハードル上げた感じですか？そんなことないですよ、松尾さんも自分が持ってるものすごく。でも私はなんか定期的に歯科検診行ったりとか、あとホワイトニングもあのメンテナンスで行ってたりとかするんですけど、はい、でなんか最近そのホワイトニング屋さんで電動歯ブラシをもらったんですけど、うん、電動歯ブラシってなんか本当にいいのかなって思って、うん、なんか普通の歯ブラシと電動歯ブラシってこうどう違うのかとか、うん、なんかそのどう使ったら効果がいってるっていうか、うん、こういいのかみたいな教えてほしいです。なるほど、ああいい質問ですね。いい質問ですね、これすっごいいい質問ですね。はい、結構電動歯ブラシってなんか電動だから磨いてると磨いた気になっちゃうんですよ。はぁ、あ、はぁ、あ、確かに分かりますけどね。なんですけど実際は、まあ、普通の歯ブラシでもしっかり磨いていただければ効果はあるので、はいはい、まあ、そこまで差異はないですね。あ、そうですか。はい、どちらでもちゃんと磨けば、ちゃんと磨いていただければ、はあはあ、あの効果は出ますので。なるほど、あのご安心を。ご安心そうです。こう逆にじゃあ歯科医師の日野上さんが一番こう、はいはい、歯で気をつけてることとかこうなんかあるんですか？気をつけていることが僕がもう見た目もそうですし、はい、ケアもそうですし、はい、歯医者としてみたいな、はいはい、もちろん皆さん歯医者さんって虫歯ないんじゃないかって思ってますよね。絶対思ってますよね、はい、あの僕普通にあります。ありますしインプラントも入ってます、はい、中に。なので歯医者さんイコール虫歯がないとかそういったわけではなくて、はいはいはい、でもその歯を失ったりとかしたことあるんですよ僕も。ほうほう、実際インプラント入ってるんで逆に患者さんの気持ちが分かったりとか、ああそっちにつながっていくので、うん、逆に寄り添えたりとかいろんな気持ちを共有できたりとかするので、まあその一概に全くない方がいいというわけではないので、はいはい、なるほどね、はいはい、そうなんですよね。でも初めて聞きましたね、歯医者さん。初めて聞きました。そうですよね、はいはいはい、確かに意外です。意外ですよね、めっちゃ意外です。じゃあこれから歯医者さんに行ったら虫歯あるので聞いてみてもいいかもしれませんね。そしたらね、あのこの放送見てくれたんだみたいな、そう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 、さんのところでも、はい、そうですよね。意外に多分ね、あるって言いますよ。あるって言いますか、うん、嘘つくときはすぐ分かりますね。一瞬打って止まったりしたらそこは見極めていただいて、見極めていただいて、はい、皆さんじゃあこれからもね、はい、あのケアにはぜひ気をつけていただいて、はい、いろいろ勉強していきたいと思います、はい、これからもいろいろ、はい、あの勉強させてください、はい、よろしくお願いします。でせっかくなんでまだまだお伺いしたいこといっぱいあるんですけれども、はい、ひろかみんさんの方で告知等がございましたら、はい、ぜひここでしていただきたいなと思っております。はい、なんとですね、はい、来年1月2023年1月11日に東京都内で開業します。よ、開業ですか。はい、お、オープニングは派手にイッツサニーの曲を流して。ありがとうございます。おー、分かんないです。分かんない。今確約もらいたいですよ。でも一応候補の中で上がって、はい、上がってますね。で都内で開業するんで、まだ場所は決まってないんですけど、はい、まあ、開業するっていうことと、あと今 YouTube と TikTok やってまして、はい、皆さんもうドクターひろかみんで
検索していただいて、今歯医者が好きか嫌いかっていうアンケートをしてですね、はい、あのその中で可能であれば治療をして人生を変えていこうと、うん、そういった資格を、うん、企画をしてますので、はい、皆さんぜひご覧ください。ご覧くださいということで、フォローしてます。ありがとうございます。皆さんフォローしてますということで、歯医者さんなのにこんなにトークがうまいと。いやいやいや、すごいですね。なかなか。いや僕なんかまるで歯が立ちません、ね。最後に1ポイント回収。1ポイント、まあ負けましたねこれ。すいません。本当に歯が立たないっす。いやいや、でもまたぜひ来ていただいて、はい、今後ともこういう話を、ね、美容とかの話いっぱいしたいですもんね。はい、したいです。なんでこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。とんでもないです、はい。ということで本日のゲストはドクター広上さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、福田さん、ここで曲振りをお願いいたします。はい、それではここで1曲お送りします。曲は It's Sunny でグリーンモンスター聴きいただいたのは It's Sunny でグリーンモンスターでした。それでは続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーは昼間から生ゲスト。はい、こちらのコーナーは今をときめく旬なゲストを毎回お迎えして、ここ渋谷から情報発信をしていくコーナーです。今回のゲストは
昨年ラストアイドルを卒業された水野真奈さんと岩間ひな子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで水野さん岩間さん改めて自己紹介の方をじゃあ水野さんからお願いいたします。はい、TikToker と YouTube やってます水野真奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元ラストアイドルメンバーで現在は It's Sunny のアドバイザーとして活動しています岩間ひな子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人は昨年ラストアイドルを卒業されたということで改めてお疲れ様でした。ありがとうございます。そんなお二人なんですけれどもまた新たな場所で活動されているということでまずは水野さん、はい、今年の1月に YouTube チャンネルを開設されたということで YouTube を始めたきっかけなんてのはお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、はい、私は今大学3年生なんですけど、はい、周りが今就活を始めてて、うん、で自分がなんかなりたい職業がなくてほう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 で何になりたいかなって考えた時にTikTok をやってるので、はい、動画を作ることが好き で、 ほうほうで今若いうちにできることだし、うん、一番自分が興味あってやりたいなって思ったのが YouTube だったので YouTube を始めてみようと思いました。なるほど、いや芯が通った話ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ほうほうほう。でその YouTube なんですけども、はい、もう僕らも含めて皆さん見させていただいてるんですけれども、はい、YouTube にアップされた中でなんか最近本当にあった怖い話、はい、っていうのがあってそれについてちょっと深掘りしていきたいと思ったんですけれどもどういうことでしょうか。いいですかお話しして。いやぜひぜひぜひお願いします。ですね、はい、じゃあ怖い話じゃじゃーんじゃじゃーん、 じゃじゃーんちょっと明るい感じになっちゃいましたけど、はい、もっと怖く深刻に話してある日駅のホームで電車を待っていました。その時私は周りの音を聞きたくなかったのでノイズキャンセリングという機能を使って周りの音を消して音楽を聴いていました、はい、そしてスマホをいじっていたので、うん、何も視界には携帯にしか入らない状況を作っていたんです、はいはい、そしたらある女の人が近づいてくる気配がしたので、うん、ふと顔を上げてみると、うん、恐ろしい顔をして私に怒鳴っていたのです。なのでそのイヤホンをバレないように外してなんて言ってるのか聞いてみたらブスおいブス聞いてんのかブス笑わないでくださいよいやブスって言われたブスブスブス何回も何回も言われて、うん、私は何をしたんだろうと思って、うん、でも周りには私しかいないので絶対に私に言ってたんです、うん、なのでその人が目を離した隙に逃げようとしたらおい逃げんなよブスって言われて、もうブス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 私が逃げようとしても言ってくるので、もう一瞬その人が離れた瞬間にダッシュで違う車両まで逃げて違う車両の方まで、うん、そしたら諦めて追いかけては来なかったんですけど、うん、怖くないですか。怖い怖い怖い。その方の特徴はちょっと覚えてるんですか。その方がですね、うん、なんとツインテールで、ぬいぐるみを持って、ほうほうほう赤いワンピースを着てたんだよ。怖い怖い、うん、それもうマナチョスをさ、なんか可愛いなって思ったから、うん、悲願でなんかブスとかさ、違う言ったってことじゃなくて、いやマジでわかんない、めっちゃ怖いよ、それマジでわかんないツインテールにぬいぐるみ持って赤いワンピース、うんうんはい、もうジェラシーの塊みたいななんか感じじゃない、うん、本当に怖かったです、うん、ということで、本日はその方に来ていただいて、怖い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 、すみません、呼ぼうかなと思ったんですけども今特徴だけ聞いてると福田さんがすごいその特徴になってる。確かに赤いワンピースにしたらもう今日の格好だとねツインテールもして違いますよ。違いますよね。絶対ないです。でもなんか25歳ぐらいでした。じゃあ違います。じゃあ違います。まだ若いからね。福田さんの名誉のために違います。怖いですね。でもそんな急に叫ばれたら、うん、怖かったです。山さん言った通り確かになんかいろいろ悲願でね、うん、言ったのかなとか思ったんですけど、まあ、今の顔も怖かったですけど水野さんのいい意味でね。ありがとうございます、はい、ということで皆さんなんか最近あった怖い話とかあるんですか。いつさりのメンバーとかあるんですか。なさそうなら岩間さんに聞いてみましょうかね。そうか、私、はい、私そうですね、私怖い話、はい、まあ、なんか一個あるとすれば、まあ、ちょっとここ渋谷でちょっと渋谷の話なんですけど、なんかスクランブル交差点って、まあ、いつも人がいっぱいいるじゃないですか、はいはい、でその中でなんかこうすごい
ちょっと髪が長くて、うん、ワンピース着てもうなんかちょっとみそぼらしい感じの女の人がこういて、うん、でなんかこのあの人どうしたんだろう大丈夫かなみたいな感じで、うん、こう声には出してないですよもう心の中であの人大丈夫かなみたいな感じで心配してて、ですれ違ったんですよこう信号が青になって、うん、すれ違ったらなんで見えてるのって待ってやばいよね言われてでみたいな私にしか見えてなかったってことみたいな感じでなってっていう、まあ先生から小学校の先生の話なんですけどこれ私の体験談ではなく小学校の先生が体験した、まあ、話なんですけ どいやでも本当に怖いですよねめちゃめちゃ怖いですそれなんかもう印象的すぎてずっと忘れられなくて超鳥肌なんだけどだからもうスクランブル交差点危ないよ普通にめっちゃ怖いめっちゃ怖いだからみんな本当気をつけて渡った方がいい怖い生きてるなって言われるからえそれもまたワンピース着たりしたんですねそのワンピースです何色だったのいや赤かなって同じ人かもしれないもん寄せに行った感もあるけどあでもそうなんですねうわ怖い話ですねそれちょっとトラウマになっちゃう今話しててでもちょっとズバッとしますよね、うんうん、なんか続々ってして、うん、ここ渋谷だし本当に危ないですよ今見てくださってる皆さんもそうですね皆さんもぜひ気をつけて帰ってください、うん、メンバーも含めて想像より怖かったですあとは小竹さんなんか怖い話あるんですかここまで言うの、はい、ちょっとそのお話の次だと弱いかもしれないんですけどせっかくなんでこれ自分の話なんですけど、うんはい、私なんか小さい頃から物心ついてからずっと同じ夢を見る日があって、うん、なんか体調崩した時に見ることが多いんですけど、うん、今まで5回ぐらい見たことがある夢で、うん、なんかいつもその夢を見るときにあ夢を見てるってわかるんですよ、うん、であまた同じ光景だって景色とか人とかもすごい覚えてて、うん、もう真夜中みたいな場所の公園で男の人にナイフで、なんか注射とかみたいのを持った男の人に追いかけられて、でずっと駆け回って逃げて、で最後こうブサみたいなされる瞬間で、えって起きる夢を毎回でも同じで、あまたこの人だ、またここの場所だっていうのが分かるんですよ。夢を5回ぐらい人生で今見てて、もしかしたら次見た時にはもう起きないかもしれない。そんな技どこで覚えたの？そんな最後のオチの締め方完璧ですね。すごい完璧で怖かった。それを笑いながら喋ってるのも怖かったけど、確かに。ちょっと次の それ見ないようにね。わかんないです。多分もうすぐ見ますね。的にはそんな予言しなくていいんですよ。ちゃんとゆっくり睡眠とってちゃんと休んで健康にしてれば見ないと思うので、うんうん、ぜひ気をつけてください。気をつけます。はい、怖い話がいろいろあったんですけれども、いろいろありがとうございました。水野さんはね、もう皆さんも知っての通り、こう TikTok のフォロワーが130万人ということで、もう皆さんね。周知の通りだと思うんですけれども、今後ともさらなる飛躍を期待しておりますので、頑張ってください。よろしくお願いします。頑張ります。そして続いて岩間さん。はい。岩間さんはなんとタレント活動をしながらイッツサニーのアドバイザーをされていると先ほどおっしゃっておりましたけれども、はい、このきっかけは何だったんでしょうか。はい、そうですね、初めの方は、ラストアイドルを卒業してから声かけていただいて、ダンスレッスンとか見に、行かせてもらったりとか、あとはワンマンライブにお手伝いを、はい、しに行ってたんですけど、結構それがたまにいる人みたいな、うん、そのサニーちゃんからたちからしたら多分私はたまにいる人みたいな存在になっちゃってたんじゃないかなって思って、うん、で活動していく姿を見て、やっぱりこのグループのメンバーの支えになりたいなって思うようになったんですね。でそのためにはやっぱたまにいる人じゃなくて、ちゃんと私たちを見てくれてる人にならないといけないなと思って、うん、なので、こちらからお願いして、これからしっかりサニーちゃんに関わらせてくださいということで、アドバイザーをやらせていただくことになりました。あと私が大学で今教育学学んでて、もともとラストアイドルを卒業したら先生に、小学校の先生になろうと思ってたんですよ。でも、アイドルの子たちと関われるのはやっぱり今しかないなと思って、教育の知識も、アイドルやってた自分の知識も活かせるのはここしかないなと思ったので、アドバイザーとしてのお仕事をやらせていただくことに
めっちゃしっかりしてる面接かと思っちゃって確かにこれ3人のメンバーこんな思いで岩間さんがやっていただいてこれは嬉しい限りなんじゃない。水田さんねおっしゃってましたけどめっちゃしっかりしてます。面接かと思ってこれ今面談みたいなね集団面接だとしたら岩間さんしか受かりませんけど、ね、受かっちゃう受かっちゃうそうなんですね。じゃあせっかくなんでこれ岩間さんから見て、はい、あの今現在のイッツサニーの、はい、まあ、いいところ あと悪いところとかもありましたら、はい、せっかく生放送なんで、はい、ちょっとお聞きしたいなと思いますけど、ちょっとドキドキしますけど、はい、そうですね、まあ、じゃあ、まあ、ちょっと大丈夫ちょっとビシバシ行こうかな喋らせてください。ですね、まずじゃあ良いところからいきましょうか、はい、良いところはですねまずあの挨拶が本当にできるようになったことですね。よっ、おお、最初は本当に挨拶もちょっとこんなこと言ったらあれですけどまともにできなくてもうあの、まあ、結構みんな声が小さかったりとか、うん、なんかまあどのタイミングで挨拶したらいいかとかも多分分からなかったと思うんですよ、はい、でもだんだん場数踏んでいくごとにこうしっかり挨拶をする場所とかも多分分かってきて、うん、もうしっかりステージの前に挨拶するあのステージ型挨拶するとかもだんだんできるようになってきてるので本当にそこは成長してるなって思いますね。あとはあのお仕事をしっかり楽しんでやってるっていうところは本当にいいところだなって思います。素晴らしいじゃないですか、はいはい、で、まあ、悪いところって言ったらあれですけど、まあ、これからちょっと改善していきたいなっていうところは、はいはい、まあ、まだちょっとステージで慣れてないところもあるのでちょっと緊張しちゃって縮こまっちゃうところ、うんうんうん、なるほど、が、まあ、ちょっとまだまだかなっていうところですね、うん、それは今後は経験則とかでいろいろ補っていけるとかいうところなんですかね、うん、もう場数踏んであとはもう自分があのどれだけステージに立って目立ちたいっていう気持ちを持てるかっていうのが本当に大事かなって思います。その強い意志が大事かなと、うんうん、あら皆さんどうです、聞いてしかと心得ましたか。はい、はい、じゃあちゃんとそれを実践できてくれれば、はい、岩間さんにも今後も見守っていただければなと思います、はい、まあ、せっかくなんでじゃあ水野さん、水野さん、はい、岩間さんのなんかこういいところみたいな、岩間さんのいいところ、逆に岩間さんも診断していただこうかななんて思っちゃったんですけど、急に急に、ひなこはでもこう、はい、今話してるのを聞いてても、はい、めちゃくちゃしっかりしてませんかね。しっかりしてますよ。してませんかね。してませんか。私びっくりしました。こんななんかハキハキ喋れる子なんだろう。嘘、こんなだよ、いつもこんな感じじゃん。すごいなって思いましたね。さっきの面接みたいじゃないけれども。喋、はい、りが多分。そうですね。長所ですね。長所、あ、しっかりしてるところで。ありがとう。ありがとうございます。ちょっと生かしていくわ、これから。じゃ今後ともね、ちょっと3人のメンバーも気を引き締めて、じゃあ、はい、岩間さんまた見守っていただければなと思います、はい、今後ちょっと3人のメンバーにも岩間さんのこといろいろお聞きしたいんですけれども、じゃあちょっとその前にここで1曲だけお送りしたいと思いますので、福田さんの方じゃあ曲振りお願いしてよろしいでしょうか。はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。曲は It's Sunny で NO!いただいたのはイッツサニーでノアでした、水野さん、山さん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここでイッツサニー宛てにたくさんのお便りが届いておりますので読み上げたいと思います、まずはじゃあラジオネームなしの方からです。サニーちゃんたちに質問です。
アドバイザーの岩間ひな子さんについてどう思ってますかと、ちょうど先ほどの話の流れが続いているんですけれども、せっかくなんで聞かせていただきたいと思います。じゃあ誰からいきます？はい、出た元気印、小竹さんお願いします。岩間さんについて、はい、あの本当にいつサニーにこんなに自分のことのように一生懸命になってくださる方がいるんだっていう本当に感謝の気持ちもすごくあるし、うん、アイドルとしてのひなこさんのことももちろんすごくリスペクトしているんですけど、はい、本当に一人の方として岩間ひなこさんっていう方が本当に素晴らしくて、なんか本当に大好きで、大好きとか言っていいのか分からないんですけど、いやいや本当に大好きで、あの自分がこう悩んでることとかもすごい察し取ってどうしたのってすごい親身になって聞いてくださったり、こうひなこさんの前だとすごい自分も本音を話せて、本当に本当に泣けてきちゃうんだけど、もう自分の目標というか憧れで携帯のロック画面にさせていただいてるんですけど、はい、本当に本当にそれぐらい大好きで、あのもうひなこさんになりたいです、やばい、ちょっとプレッシャーもうあの100点満点の意見を受けて、はい、もうすごい嬉しいです。もうこうやっていただいてるのをあのなんていうのか、がっかりさせないように私も頑張らないといけないなって、ちょっと今改めて気が引き締まりました、ね、ありがとう、嬉しい。いろいろさせてくれたりするんですね。あ、そうなの、はい、いや、いい話聞かせていただいてありがとうございますさあ、じゃあ続いてはどなたいきます？岩間さんについて。じゃあ大原さん。やばい、聞きたい。さっきもなんかサニーちゃんがなんか裏こうやって指示してるからうるさいみたいな思われてんじゃないかって言ってたと思うんですけど、本当にそんなことなくて、もしひなこさんがいなかったらもう絶対ダメだったよねみたいなことをメンバーの子たちとかと話してて、本当にそれだけ言ってくださるってことは、それだけサニーのことを考えてくださってることで、もう私本当に嬉しくて、私は憧れのアイドルさんって言ったら誰ですかって聞いたら、もうひなこさんって言うので、嬉しい、本当にもう本当に憧れ、努力がすごい伝わってくるし、もうすごい大先輩というか、もうめっちゃ尊敬してます。泣いちゃうよ、そんなこと言われたらもう嬉しい、ありがとう。やっぱ言ってくれるっていうのはね、はい、すごいありがたい。言われなくなったらね、終わりです。すいません、岩間さん、受け止めました。受け取りました。もうなんか、あのこれからもね、サニーちゃんをあの大好きだよっていう、あのみんなで一緒に売れようねっていう気持ちを忘れないでやっていけば、きっとあのもっと大きくなれるんじゃないかなって今ちょっと思いました、はい、なるほど、みんなを信じて頑張ります。頑張ります、はい、お願いいたします。なんか松尾さんも、はい、もうマイクを持ったんで、ここはもうせっかくなんで、はい、嬉しい、聞きたい、言っていただきましょう。もうもうひなさんってすごいなんかもうストイックなんですよ、うん、もうなんか意識が高くて、パフォーマンスとかそのアイドルとしてのそのこう意識高く持つっていうところを、なんかすごいこうみんなにこう教えてくださっていて、もうなんか本当に尊敬するし、あのすごいスタイルよくってなんかあのもう私初めて見た時にもう見とれちゃいました、嬉しい、憧れです。だからもう女性としても憧れだし、アイドルの先輩としてもすごい憧れの存在ですね、嬉しい。なんかそんな風にね、みゆが思ってくれてると思わなかったから本当に嬉しい、せっかくの機会で聞けてよかったですね。はい、もう安心しました。なんかじゃあ福田さんはせっかくなんで、はい、はい、そうですね、みんなが今言ってくれたみたいに、すごいイッツさんに一人一人のことをすごい考えてくださって、もう本当に語り出したら止まらないんですけど、でも私は本当に個人的にヤスタイドルさんが本当に大ファンで、ずっとひなこさんのことを本当もうテレビからずっとずっと見てきてだから今こういう風にアドバイザーとしてもう関わるってことがもう自分にとって本当に今でも信じられないくらい嬉しくて、なのでもう昔からずっと今もずっと憧れで大好きです、ありがとう、やばい照れちゃう、本当に嬉しい、ありがとうございます。幸せだね、幸せ、ぜひこれからもよろしくお願いしますと、メンバーからですね、はい、お願いします、お願いします。はい、ということであっという間にエンディングの時間が迫ってきてしまいましたけれども、じゃあ告知の方をお願いしたいと思いますので、じゃあまずは水野さんから告知などあればお願いいたします。そうですね、私は1月に YouTube を始めたので、
ぜひ YouTube のチャンネルを登録してくれたら喜びます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう皆さんね登録してると思うんですけども、聞いてる方もぜひ登録お願いします。そしてじゃあ岩間さんお願いします。はい、私岩間ひな子ですね。最近あのショールーム の個人のルームを作りました。はい、配信アプリですね、ショールームで毎日配信をしていますので、ぜひ、岩間ひな子とみんなの居場所で検索していただけたら私のルーム出てくるので、ぜひフォローして見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてイッツサニーの方からも告知がありましたらお願いします。はい、イッツサニーは配信アプリミクチャにてネクストアイドルグランプリ準決勝リーグのリーグに参加しています。これは2月14日までメンバーで毎日リレー配信を行っています。皆さん応援よろしくお願いします。その配信以外にもですね、イーツサニーの公式ツイートのリツイートだったりとか、あと動画のライク数が審査対象になるので、皆さんよかったらご協力の方よろしくお願いします。お願いします。皆さんご協力の方お願いします。ということで、もう本当あっという間にもう終わりの時間なんですけれども、岩間さんも水野さんも今後ともこのラジオの方もぜひ来ていただいて、はい、よろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。はい、3人のメンバーもこれからも岩間さんにお世話になると思うので、はい、皆さんよろしくお願いします。こちらこそです。また楽しいおしゃべりをしていただければなと思います。はい、はい、ということで、じゃあ最後こちらにカメラがありますので、こちらに向かってバイバイをしたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。バイバーイ。